金をかければかけただけ良くなるってもんじゃない。お利口チューンか無駄金チューンか、この際はっきりとさせましょう。アンケートハガキを集計した結果、ハードチューニングのベース車として一番台数が多かったのがシビック EG6。 その中からえりすぐりの2台をピックアップ。宮野くんの EG はノーマルヘッドにインテアールの腰下を組んだ1800仕様。軽量化を進めていくうちに内装がすっかりなくなってしまったバリバリのサーキット仕様。一方、駒崎 EG はオールマイティ仕様で内装付き、エンジンは1600のままでハイカムチューン。足回りにクワンタムをチョイスするあたり、なかなかこだわり派のチューニングと見た。オリラーが乗ってきたのはご存知スプーンシビック。サニー GTR を追っかけ回す走りでめちゃくちゃインパクトがあったマシンだ。今回は2リッターのコンプリートエンジンに、もうすぐ発売される車高調、そして4ポットキャリパーと最新のスプーンパーツでチューニングされて登場だ。すごいだろう。勝負は5ラップバトル。かなりお金かかってこの車、試合にあるらしいんですけども、他の2台、1800、2000cc とどこまで戦えるか頑張ってみようと思います。さあ、それでは私のこのコブラツイストシビックでスプーンと戦ってみたいと思います。負けるわけいけません。車は完璧です。頑張ります。グリッドは速そうなのが後ろの分かりやすいポジション。だからってアキラのスタート失敗にそんなに合わせることはないんじゃないの、お二人さん。なんだこれ。アキラ君、真面目に走ってるの君、ね、5000回転シフトで大丈夫だな。ちなみにアキラの駒崎号は1600でノーマルミッション、ドリドリの宮野号は1800でクロスミッション、オリダーのスプーン号は2000でクロスとローギアードファイナルの組み合わせ。全然登んないんですけど。本当にこれ金かかってできてんのかよこの車。全開だよここ。でも読者2台のチューニング費用はそんなに変わらないし、むしろパワーはアキラの方が出てるんですよ。あんた出してるよ。アキラ駒崎号は遊ばれているのが見え見えの針の虫の状態。辛い。何みんな手抜いてんの。後ろの2台はそれでも追っかけチェック続行中。アウトアウトアウトでいけちゃったりして、そうでもないか。でも速いよねこの車ね。コーナーもうほら、ドリドリの宮野号はハンドリングもなかなかのコンビーリング。なんとスプーン号まで前に行かせちゃって、もう余裕シャクシャクって感じ。今みんなブレーキングしたところ、これノーブレーキで行っちゃうからね、あのスピードだと。様子見の状態にしびれを切らしたのはオリダー。いよいよ戦闘開始。なんとストレートは高速まで入ってこの突っ込み。さすがにショップマシンは速い。なんでこんな遅いのよ。ブレーキみんないいし。スプーンとの距離が空いたドリドリもここでアキラをパス。登んねえもんな、怖ちくしょう。オリラは企画の趣旨を思い出してひとまずスローダウン。ありがとね。さあ、今度はミヤノシビックのポテンシャルチェックといってみましょうか。ほら、コーナーは結構速いし、ブレーキングもいいね。あは、抜いちゃったよ。のトルクとギア比の低さで立ち上がりの速いスプーン号。こりゃ 1,2 コーナーの低速区間で勝負ありだな。なかなか、まあ、ここがトルクがあるかな。ほらほら、やっぱりオリドスプーンが迫ってきた。これで決まりかと思いきや、ドリドリも負けてはいない。クロスミッションの勝ち。さらに高速コーナー区間ではいい感じの宮野号。タトゥーの宮野号
もブレーキングはスプーン、フォーポットキャリパーは伊達じゃないけど、ドリドリもコーナリングじゃスピードを殺さずにテクニックで応戦。一生懸命走ってんだけどね、すいませんね、もうね、あの人ファイナルラップ、前の2人は完全バトルモードで窓は全開状態。それじゃあコメント聞こえません。オリドスプーン、今度はうまく2コーナーのインをキープ。急っからの加速でドリドリの前に出た。ドリドリは3コーナーがアンダー気味のスプーン号に対して立ち上がり重視のラインを取る。高速の SG でスピードを乗せたドリドリ、もしかしてヘアピンのブレーキングで勝負に出るつもり。危ないよ。鬼の突っ込みを察知していたオリダーは立ち上がりに勝負をかけた。さあどっちが前に出る。最後の最後、超マジバトルはオリドスプーン号の勝ち。ショップマシンとしての面目をどうにか保った。